アミナさんこんにちは。以前雑談で青いアブについてお話をしました。この青いアブというのはパーミングカップモデルからクラシックタイプまで様々で、さらに現行からサイモンさんのモデルまであり、まさに多種多様という感じです。そう考えると規則性というものがなく、あらゆるタイプが存在していると言えます。反対に緑色のアブというふうになると、以前紹介したマグネット搭載のアブリールみたいな感じで規則性があります。オールドモデルとかサイモンさんのものだと、ダイレクトの D モデルとかエビス時代終盤の CB みたいに仕様が違うというパターンもあります。ちなみに 6500CB ファクトリーチューンは当時のモデルをそのまま復刻したものではなく、エビス時代終盤の CB のカラーをライギョアングラーやカゴ釣り紙を意識して再現したものとなります。このように考えると、システムに特別な特徴がない普通のモデルの緑のアブというのは貴重なものであるというふうになります。でんでん丸で取り扱った経験があるのは、リリース期間が短かった CS ロケットグリーンなどがあります。CS ロケットグリーンは人気があって、複数台買われたお客様がいたり、カップだけをパーツで買ってグリーンに生まれ変わらせて使っていたお客様がたくさんいたので、パーツのメーカー在庫もなくなってしまったというのを覚えています。こんな感じで普通の作りの緑色のアブというのは非常に貴重なのですが、このような現状の中で 5500C プロショップというリールをオークションで手に入れた方の情報をいただきましたので、今回はこのリールについて紹介いたします。このリールはその名前の通り某ショップのショップさんオリジナルリールだったようです。そう考えると存在として希少というだけではなく、台数もかなり限られていそうです。実際に綺麗な状態で未使用みたいな個体はほとんど出ていないというのが実情のようです。この写真は手に入れた方が自宅で撮ってくれたものなので、照明をつけて撮影してくれていますので明るめのグリーンに見えますが、本来はもっと濃いです。イメージとしては照明なく撮ったこの CS ロケットグリーンの写真みたいな感じです。見た目の特徴としてはクレストマークが小さめのゴールドになっています。歴史的に見ると、マミヤ OP 時代からピュアフィッシングジャパン初期の頃くらいまではクラシックタイプのアブのクレストマークは小さいものが多かったです。もちろん現行でオーソロックスといえるブルーグレーの CS ロケットも小さく、5000番6000番クラスは大きくて迫力のあるものにするべきだという声がユーザーさんから多く上がっていました。この 5500C プロショップがリリースされていたのが90年代の終わりで、まさにマミヤ OP 終盤時代で、2000年代後半にリリースされた CS ロケットグリーンがユーザーの声を受けて大きくしたタイミングでしたので、このようにクレストマークを見るだけで時代の流れを垣間見ることができます。この個体は箱付きの備品なので、黄土色のこのデザインの箱からもマミヤ OP 時代というのがよくわかります。CS ロケットグリーンは灰色の箱だったので時代の違いというのをこっからも見ることができます。そしてスプールが黒くてまっすぐなのもいいですね。時代が新しくなってくると V 字型になってしまったり、シルバーでへこみのあるイオンプロみたいなものになってしまったり、初期のファクトリーチューンみたいにまばらにへこみをつけて軽量化を図ったりして景観が変わってしまっていましたので、この 5500C プロショップはオールドの雰囲気を持っているのが嬉しいです。スタードラグは先端が丸い60年代から70年代前半までの 5000C に採用されていた形の復刻ですね。これもこの時代からピアフィッシング時代初期までに多かったです。意識して復刻した赤ベロは角5ですが、それ以外はパーミングも山形も波形もほぼ丸でした。時代が新しくなってくると大型で先の尖った機能性重視の形も増えてきましたので、ますます覚悟というのはなく、ユーザーの皆様が社外品でリリースされていたものを取り付けたり、ストライパードラグに付け替えて使っていました。それを受けてメーカーさんも覚悟でリリースするようになってきたので、ファクトリーチューンの CB がパーミングなのに覚悟だったり、山形の CS ロケットブルーグレーは丸なのに後からリリースされたシャンパンの方は覚悟になっていたりします。こういった特徴からもこの 5500C プロショップが売られていた時代というのを垣間見ることができるわけです。それとマミヤ OP 時代からピュアフィッシングジャパン時代初期は、通常モデルのクラシックは波型、
サイモンさんの復刻モデルや1500、2500など小型アブの一部が山形という時代で、通常の現行で山形モデルが現れ始めたのは2009年くらいからです。それ以降はむしろ山形の方が多いくらいなので、今になって波形を見るとまた貴重でかっこよく感じますね。ちなみにこのリールが発売されたのはインターネットで調べてみると90年代終わりみたいなんですが、フットナンバーは1990年みたいに見えますね。ただアブのフットナンバーの規則性は一貫しておらず、読み方が時代によって違うのでフットナンバーで年代を判断するべきではないというのが私の持論です。特に新しいサイモンさんのモデルとかはフットナンバー自体がないとかも多いですからね。ちなみに余談ですが、昔スポットで1回だけ珍しい紫色のパーミックカップモデルと5000番台の波形グリーンを取り扱ったことがありました。2台ともどこの国で取り扱っていたものかも分かりませんでしたが、パーツに互換性があり販売しても責任を持ってケアできると思い皆様にお出ししていました。で、紫の方というのはどこで売られていたものなのかなど詳細は不明なんですが、グリーンの方の写真を今見るとこの 5500C プロショップみたいですね。当時の写真は解像度が低いので文字が見えませんが、どうもそれっぽいです。でんでん丸では中古品を販売していないので、もちろんこれも新品ですが、箱を見ると黄土色のタイプですね。ちなみに紫色のパーミングの方は黒い箱です。波形のグリーンの方もヨーロッパがどこかのモデルだと思っていましたが、まさか日本モデルだとは思いませんでした。今動画で取り上げたリールを実は以前ちょっとですけど取り扱っていた時期があったということを考えるとご縁を感じます。後から気がついたのですが、よく見ると今回紹介しているリールと過去のものではハンドルが違いますね。箱にも商品名のシールが貼っていません。ただこのハンドルのモデルが 5500C プロショップとして販売されているのがインターネット上でも見られるので、もしかしたら日本仕様と海外仕様があったのかもしれません。数が少ない希少なリールですが奥が深くて興味深いですね。では鑑定団ということでこのリールの最高額というのを調べてみました。数自体が少ないためデータは非常に少ないのですが、この方が手に入れた価格というのは5万円ということでした。現時点でインターネットに出ている情報を見ても状態がいい新品で4万9800円とかなので、やはり最高額は5万円ぐらいだというふうに考えて間違いないでしょう。現在価格が高騰中の小型アブでも右のものだったら5万円ぐらいで買えたりする場合があるので、5000番台の現行リールでその小型アブぐらいの価格があるということを考えると、通常のシステムの波形の緑色の5000番台のアブというのがいかに貴重で皆様に支持されているのかということが分かりますね。特にこの動画をアップしている2022年というのは5000番台のアブ自体の生産数が少ないので、余計に皆様の支持を得ているのだと思います。ということで今回は 5500C プロショップリールについてお話ししてみました。クレストマークのことについてとかスタードラグの形、そして波形カップの話などいろいろお話ができて、今から11、2年ぐらい前のアブの歴史について皆様にお伝えできたのも良かったなという感じですね。今回の内容が面白いなと思っていただいた方はぜひグッドボタンをよろしくお願いします。このような感じで皆様が興味を持つであろう釣り具の時代背景や最高額などをお伝えしていこうと思っておりますので、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。こちらを押してください。